どうするつもりだ。反射の性質が分かっても意味が。いいこと教えてあげる。私の能力は全知全能。分け合って全能。魔法は使えないけど、全知は今でもしっかりあるんです。全知パーフェクトオーラ。オーラか。何色も。このオーラは私の知る限りのオーラを全部扱うことが可能。つまりあなたのオーラ性質と完全に一致させ、反射を無効化させる。そしてこの状態で、神王破連撃。とんでもないですね。まさかそんな芸当ができるとは。能力ではなく、オーラ必要瞬間、技術分野なら戦える。能力がつかない、ならこの能力以外の戦い方で挑むしかないですね。クエ、この、クエ、いろんな要素が入った時を出してきましたね。戦闘力も40億以上ありますし、慎重に判断しないと即敗北。魔法凍結屈伸？いきなり黒い何かが。暗いくせ。フードか。やっと顔を拝めた、あとはそのまま肉体ごともらう。まずい、あの武器の能力は危険すぎる。反射より厄介じゃない。名乗っておきましょう。私の名は、凍結、当然本名ではありません。この凍結の名の由来はこの能力にある。この全てを食らう液体に触れれば跡形もなく吸収される。さあ、今度はこの私にたどり着けるかな。凍結、地球の壁の名ですか。凍結とは全てを食らう怪物、その力にちなんだ能力を持っているということ。確かその神は他の神と合わせて、地球、と呼ばれていましたね。詳しいじゃないですか。その通り、この監獄島を管理するのはその、地球。先に行った仲間もこの先にいる、頭骨の餌食になっているでしょうね。彼は世界屈指の実力者で、この島内のナンバー2、お前たち侵入者ごときが倒せる相手ではない。安心しなさい、すぐに同じところに連れて行ってあげますよ。近づけない、能力特化型。戦闘力オーラを全て、能力に全振りしているからできる芸当です。それに加えて、反射。動けない、じゃなく、動く必要がないってことですか。入る隙がない。このままだと本当に食われるわね。決まった。外れた。そういえば、オーラを合わせたままでしたね。待って、そういえばなんで凍結はこの液体の中兵器で入れる？答えは2種類。オーラ判別、武器所有判別。オーラ判別は特定のオーラは無効化させる定義、能力者の基礎中の基礎ですね。武器所有判別は武器を持つなどの条件に満たしているものだけ無効化という定義。これは武器能力の定番。だけどさっき、この液体はオーラで吹き飛んだ。つまりオーラ判別式。なら、凍結のオーラをまとってしまえば問題はない。止める。もう気づきましたか。武器判別式はこの破壊力です。リスクを考えると採用はしないでしょう。今度はオーラも全てあなたに合わせた。能力は貫通です。どうします。私の憶測ではあなたは近距離戦に弱いと見ているのですが、私のスピードについてこれてない時点でバレバレなんですよ。未熟者。神王激人連弾。能力に頼りすぎるからこうなるんです。オーラ性質も解かれ、能力の法則も解かれ、そして近距離では全く無力。能力特化型はその法則さえ解いてしまえば赤子同然、神界では論外と言われています。次までに近距離戦の訓練もやっておくことね。バカめ、実、誰が攻撃をためれないと言った。さっきのお前の攻撃、全部蓄えた。そしてこれを倍で返す。お前は防げるように威力を下げ、本来の威力と合わせて相殺していたのは分かっていました。だが、この威力なら、お前は防げない。止まれ、侵入者。友倒れだ。哀れ、おとなしく倒れていればいいもの。さよなら。バカね、自分の反射は自分の反射膜を超えるって知ってたはずなのに。作詞作に溺れる。いや、これはただの自滅ね。実力はなくても攻略の知識は豊富なの。全知だからね。大きい広間に出たわね。さっきから下の方で大きなオーラを感じてる。メリアちゃんが戦ってるんだね。メリアも結構自信ありげだったし、よっぽどのことがなければ大丈夫だよ。とりあえず上に向かおう。上から白のオーラを感じる。それとさっきから嫌なほど恐ろしく高い戦闘力の持ち主が3人。うん、なんだろう、さっきの人も恐ろしく高かったけど、それ以上のオーラが3人。
これは想像以上に無謀だったかもしれない。そのレインボートサカも相当強いだろうし、気をつけないと。レインボートサカか、どうせならパーリナイヘッドって呼んでほしいな。あら、カラフルトサカ。ヨガよ、カラフルオートサカ。見えない。トサカうるせえな、あんまり舐めた言い方して人ぶっ殺す。見えないのよ、ちょっとよれ。あんたね、いきなり出てきて私の前に出ないでくれる。別に余裕ですけど、アピールは構わないけど、もうちょっと出方を考えなさい。あ、なんかすんません。敵陣だろうがお構いなしだね、せっか。見てよ、あまりの気迫に敵もなんか謝罪してるよ。とりあえず喋るならこの位置で喋って。あ、はい。それで、何の用？お前ら侵入者をぶっ潰しに来たんだよ。ってことはやっぱり次はお前か。そういや私たち、侵入してたわね。俺は出し惜しみはしない主義でね、初っ端から潰すんだ。計画なら私がこいつの相手をする。とりあえず二人を先に行かせないと。行く？行くぞ。うん。おいおい、三人で来ないのか、それは握手だろ、あ。行ったー、飛んだばかりからね、こいつ。戦闘力は80億、私は8億、パワーは完全に負けてるわね。剣を起き上がった。ゼロ、アンビリズマ。こいつ、一撃はかなり強力で近距離戦にかなり特化してるけど、攻撃の合間合間の動作が遅い、そこを狙えばチャンスはある。絶対にここで食い止める。あれー、確かカナは右って言ってたんですけどねー。右に行ってから次のルートが全くわからない。というか、3人とも壁の穴を通って行ったんだからそっち通ればよかったな。戻る道？わからなくなりましたね。先に進みましょうか。こっちだといいんですけどねー。彼女が透明ハッチじゃなかったのは致命傷でしたね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。